からは私ナンシーがお送りします。間違いないで、私はナンシー。さてさて、今夜のスタンダップ東京スペシャルフィーチャーは、今までに全世界で なんと9000万枚のアルバムを売ったパップ界の女王といえば、そうマライア・キャリー。その彼女のシングルコレクションアルバム The Ones を送り分けながらも全曲ご紹介。 The Ones はそのタイトルが示すように全米チャートでナンバーワンを獲得した13曲が中心になっているビゲストなアルバム。ナンバーワンにした曲13曲はマイク・ジャクソンとタメ。もちろんソロフィメールシンガーでは彼女が最高。歴代でもビートルズ、キング・エルヴィスに続いて第3位。うーん、インクレディブル。そしてなんとあのホイットニーとのデュオで話題の When You Believe。 そしてなんとなんとジャパニーズエディションにはマライアから日本のファンへのスペシャルなプレゼント。ホイットたちのクリスマスもインクルーディングで全19曲。ワオ、ワッジャイ。さあ、それではマライア・キャリーの The Ones 19曲まとめてどうぞ。スタンダップ東京は道徳的な番組作りを目指しています。ムード、なんじゃ、お前の玉もらいに来たじゃ。ご安心ください。本当に銃を撃ったわけではありません。これは効果音です。僕も本当に死んだわけじゃないからね。子供たちにも安心して聞かせられる良心的な番組、それが日産スタンダップ東京です。日産スタンダップ東京。この番組は日産の提供でお送りします。